国府町は、かつて、岐阜県吉木郡にあった町。2005年2月1日に、高山市へ編入された。岐阜県北部の飛騨地方にある、古川国府盆地の東南部に位置していた。南方から流下する宮川と、東方から流下する支流の工場川が、盆地の両端を流れており、中心地は、両河川に挟まれた形となっている。 超東部にある飛騨の東人坊と呼ばれる、あじめ西部の、うつこう48滝県立自然公園などは町を代表する観光名所として知られる。明治初期、工場郷、広瀬郷、古川里のうちの22滑村が合併申請し、その中心的存在である広瀬町村のあざ、大鳥の宮近辺に古代飛騨地域の国画が置かれていた可能性があるという理由により、 国部村と名付けられた。その可能性を示唆するものとして、縄文時代、弥生時代、古墳時代の古代遺跡愛物、建造物が多数現存、出土している、飛騨地方にあって、集中的に住居や水田遺跡、県下最大級の前方公園墳や古墳群、飛鳥時代後期から、奈良時代の古代寺院遺跡、時代の最高峰の建造技術による社寺が多く、 現存している。字に、大鳥の実や、高峠、高野瀬、高野平、高野岩などの長い地地区に集中的に残っている。国部はまだの存在などの点があり、それらは、飛騨の国府の所在の論拠として、古くから検証されてきた。しかし、未だその所在を決定づける遺跡は確認されておらず、確証には至っていない。 歴代町長,長高速道路、一般国道主要地方道、一般県道長距離自然歩道国宝重要文化、在観光地、名所ほか。ありがとうございます。